どうも PDR さんですいでよ BTS に合わせますよ先おじさんことカーシー先生ーねこいついつになったらバラバラに飛び散って石になるの日本に戻ってきたらじゃねじゃあ一生それはないねということで、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします はい。で、先日、ガーシー先生が多分ドヤ顔で、4年前の東海オンエアテツヤとキリタンポのキス動画を投稿したじゃないですか。知らない人たちは先にこちらの動画を見てください。テツヤとキリタンポは別に悪いことしてないから、無視を決め込むのかと思ったら、キリタンポが動画を出しました。マジでおい !100 円ショップチューブおじさんこのみんなが知ってる古い情報で調子に乗ってんじゃねえやって言うのかと思ったら、てかそれチューブに失礼だろ。 実際キリタンは謝罪をし、なんで謝ってんのなんも悪いことしてないじゃん。流出してる動画が4年以上前のものと説明し、うん、知ってた。 知らない人もいるから。そっか。当時、哲也さんのことが好きでした。あー。そして続けて真顔で、これは哲也さんの名誉のためにも言いますが、当時歯も磨いてましたし、口も臭くないですし、決して不潔ではありませんでした。優しい上にギャグセンスが高い。流出動画が今のものだと思われたくないから動画を出したそうです。東海オンエア、東海オンエアのファン、そしてキリカンのファンに謝罪。だから何も謝ることないって。 ガーシーシ先生とは2年前に友達に誘われて行った飲み会にいたらしく会ったことあるんだてか若い女の子が行く飲み会に50代のおっさんがいるとかちょっとキモいなそこで会ったのが最初で最後で先生は優しかったそうです最初は優しくして秘密を全部知ったら晒す で、一応ガーシー先生にも謝罪。えー、一番謝んなくていい相手でしょう。ひどい誹謗中傷や、すごくリアルな殺害予告も来てるそうです。当時付き合ってた彼氏とキスしただけだろ。すべて警察と弁護士に提出したそうです。うん、それがいい。シリがる女、クソキソビッチ、クソビッチ、というコメントが来ましたが、私はシリがる女ではありません。それも説明する必要ないのに。 殺害予告でかなり精神的に参っちゃってそりゃそうなるわな耳の調子も悪くお医者さんに行ったら突発性難聴と診断されたそうですマジかそしてしばらくは活動休止するそうですゆっくり休んでくださいいやー BTS に合わせますよ詐欺おじさんことガーシー先生政治家になってから大活躍ですねある意味ねまずは 両方の YouTube チャンネルがバンされる。人気の切り抜きチャンネルバンされたし、新しく作ったチャンネルも速攻バンされた。そして何も悪いことをしていない23歳の女性を精神的に追い込む。これできっと日本経済も回復するはずだ。ガーシー先生の今後の活躍が本当に楽しみです。じゃ。 皆さんはこれについてどう思いますか政治家がこんなことをしていいと思いますかいいわけねえよな。ぜひ意見をお聞かせください。あと前回の動画と、昨日メインチャンネルでも動画出したんで、ぜひぜひチェックしてください。では